いい音になりましたね。めちゃくちゃいい音でしょ、はい、だから今のバイパス、エアバイパススクリューと、それから電池、オイル漏れ、オイル漏れが発生しました。さっきまでめちゃくちゃ調子が良かったのに。はい、完成。 OK。 はい、こんにちは。今日はですね、お楽しみのチューニングでございます。もうキャリアもついてね、バッチリなんですよね。キャリアは後日アップの予定だね。先にこっちだね。ちょっと順番テレコだけど、またこれのね、キャリアつける場面は見ておいてください。いろいろとちょっとだけ他にも工夫してますのでね、オーディオアクセルペダル楽しみにしていていただければ幸いです。今日は一式一日で、セットアップしていきたいと思うんですね。今の現状はとてもいい状態です。でもこれから僕が、この車を乗り継ぐにあたってね、やっぱり知っておきたい中身をね、なのでチューニングのノウハウ、学んできました。まあ、一つはね、本、これね、これを見ながらちょっと学んだんですよ。これ地引きね。で、生き地引きはやっぱりレーシングスタッフさんのメカニックさんね、はい、T さんよく知ってるね、はい、頼りになります。で、いろんな情報をもとにね、あとは YouTube では SK メカニックさんがすごい参考になりました。キャブの調整だとかね。で、私なりに咀嚼して、今日は、そのエンジンのチューニング、セットアップですね。まあ、いわばね、ギターでいうとこれがギターだとするとチューニングだね、弦のチューニングだね。やっぱりいい個体であっても残念ながらチューニングが狂ってたら話にならないから、多分新品でもチューニング狂ってたらガタガタの車だと思います。まあ、これを見ればね、いろんなことが分かるように、しっかり解説していきたいな、そんなふうに思っています。じゃあまずはスタートラインとして何をやっていくかということをご説明しますね。まずはね、アクセルワイヤーの張り調整が必要だと思うんですよね。アクセルをいっぱいに踏んで、ここの間、ここストッパーなんだけどね、ここに少しゆとりがないと、例えば張りすぎてたりするとね、フルスロットルにしてもここの間がないんですよ。ということはフルスロットルにならない？ああ、そこに当たっちゃうってこと？そう、当たっちゃってね、ここで止まっちゃってたらさ、パワーできらないよね、はい、では一度踏んでみますね。ちょっと見ててください、はい、ここの隙間が1ミリぐらいあるといいというお話です。じゃあ踏みますよ、はい、はい、ベタ踏みしました。少し隙間があるように見えますね。どれぐらいある？どうでしょう、1ミリ弱ぐらいですか、ね、じゃあこれはバッチリですね。で、これがね、1ミリ今あった、まあ、こんなところなんだね、ベタ踏みしてね、これでよろしいかとは思いますね、はい、これの調整の仕方なんですけどね、これを緩めるとここにアクセルワイヤーのタンブがあるんですよ、はい、ね、これをかしめるだけ。あ、うん、なのでこれを引っ張り出しておいて、ここを1ミリに調整しておいてね、はい、ここの隙間を1ミリに調整しておいて、これをグッと引っ張って張り調整して、ここのボルトを締めるだけ、はい、簡単なことだね、はいはい、でも簡単だけど重要なポイントだよね、ということでございます。で、次にポイント調整、これドエル角の調整をするんだけどね、ドエル角って分かる？分からないです。分からない、ドエルアングルって言ってね、はい、接点がどれだけコンタクトしてるか、これも分かりにくいか、はい、接点がどれだけひっついてるかっていうことなんですよ。じゃあこれちょっと説明するとね、これね、ローター、こちらね、これちょっと開けてみるね、
これがローターの接点で、これがイングニッションコイルから、電気が入ってきます。それで電気が入ったのここにつながりますね。ここと接点があるから、はい、でこの接点はここに電気通じてるよね。だこれはくる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 このエンジンを回していくと、エンジンのクランクが回るとくる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 右回転するんだね、はい、で順番としては1432というこういう点火順位なんですよ、はい、でこうくる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 回って分配していくんだけども、この接点がどれだけ引っ付いてくるいる時間があるかっていうことなんだよね。これちょっと中外してみますね。こういう接点、コンタクトポイントがあるんですね。ヒールがいつもね、このシャフトについてる状態なんですよね。だからこれまっすぐなフラット面になると接点が前に行くんですよね。で山の方に来ると離れるんです。これで今離れましたね。ここで隙間がありますね。でもう一度これまだ開いてる状態です。でここでひっつくんね。こういう単純な理屈なんですよ。でこれはエンジンの回転とともにくる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 時計回りで回っていて、そうするとこれがね、入ったり出たり入ったり入れたりついたり入れたりついたりを繰り返すわけだね。でひっついてる間にここに通電される、はい、ひっついてる間に通電されるわけだね。そうするとプラグの方に電気が走って、プラグがスパークパンプする、そして爆燃するということでございます。じゃあドエルアングル、ドエル角についてちょっと説明しますとね、今のローターがこうありましたね。ローターの接点がこうありました、ね、でこれ4分割します。でこれが例えば1番のプラグ、4番のプラグ、3番のプラグ、2番のプラグ、こういうふうにくるくる回ってるわけですよ、はい、で接点の導通の範囲がここ、この角度のことをドエルアングルっていうんですね、はい、さっきこうひっついたり離れたりしてたよね、はい、ひっついてる時間がどれだけあるかっていうことなんですよ、うん、これがサービスマニュアルを見てみるとね、ここだね、44度から50度、ドエル角ってあるでしょ、ここね、はいはい、44度から50度、この間がね、ここが44から50度の間ひっついてればいいよっていうこと、はい、これが、例えば接点がつきっぱなしだとするとずっと電気通電しっぱなしだね、はい、だからミスファイヤーパン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 するよね、はい、ところが短すぎてもスパークしないんだよね。接点ブレーカーポイントって言うんだけど、そのブレーカーポイントが短いとね、ちゃんと爆燃しない、スパークする時間が短いと言ってもいいかもしれない。だから時間で考えると44から50度分の時間電気が流れてる、こういうことなんですよね。これをまず調整したいということ、これが一つ。次にこの真核といって、前回の動画でね、トップデッドセンターを出しましたね。1番のプラグの上支点、これがこれ3つ切り欠けありますね。この3つ切り欠けのあるうちの一番左、これね、ここがトップデッドセンターといって圧縮上支点って言うんですよ。これどういうことかっていうと、これがピストンね。でピストンは平行運動、こういうふうにしますね、こういうふうです。一番上になったところ、これが圧縮上支点、こういうふうに回転運動こうしてるわけだね。こういうように回転運動してますよ。で一番トップに来たところを圧縮上支点、あるいはトップデッドセンターという表現をするんですね。でこの圧縮上支点に来たところでバンって爆燃させると力強くピストンが動く。ですけれどもこれはエンジンによってこの一番上になったところでパワーが 100% 出し切るんだけども、でもね
この状態で圧縮上視点でスパークでバンといってもちょっとこの動きは下がってる状態で圧縮しない、はい、少しタイミング的には遅れます。そうそう遅れるんだよね。だからこう入っていってここの状態でバンってスパークしても遅くなる。だからビフォアトップデッドセンターといってビフォアってのは前だね。だから何度前の角度でスパークさせるかというようなセットアップをするんですよ。これが10度だったり 7.5 度だったり場合によってはトップデッドセンターで爆燃させなさいというエンジンもあるんですね。実はこのエンジン D 型エンジンでトップデッドセンターゼロなんですよ、はい、ビフォアトップデッドセンターゼロなんです。だから圧縮上視点でスパークさせなさいというマニュアルにあるんですね。でも少し前の方がひょっとしたら調子がいいかもしれないのでこのエンジンは、一旦オーバーホールされているので、どのポイントが一番スイートスポットかということをこれから探していくんだけどね。これは乗り味を見て、決めていけばいいこと。例えば中速域 5,60 キロ行った時、回転数が上がった時に近くならないか。近くっていうのは遅くなる角度ね、はい、近くっていうのは遅い。つまりこう回していってこれ近くで、はい、トップから落ちたところからでスパークしての近くこの角度ここが圧縮上視点トップで出せた。つまりここの状態一番上に来たところこれは 7.5 度 7.5 度ということは角度的にはちょっと手前なんだね。これが TDC これが 7.5 これが10度こういう角度になってますよっていうことなんだね。だからここに合わせていくと圧縮上視点 7.5 度ちょい手前10度だと10度分手前で爆燃しますよっていうことなんですね。はい。でポイント調整トップデッドセンター今回は10度でセットアップしたいと思ったんですね。10度っていうのはこの一番右の切り欠き、はい、これクランクプールって3種類ぐらいあって1個しかない場合だったりとか2個しかない場合だったりとかねいろいろありますので、これはプーリンや、機械によってエンジンの形式によってどうやらクランクシャフトの切り欠きの数は違うようですね、はい、次にこれを調整したら今度は最後でキャブ調整キャブのチューニングをしますよっていうことなんだね。だから3つだけポイント調整ポイントっていうのはドエルアングルを調整します。接点の入ってる時間を調整します。それとこのトップデッドセンターを合わせていくことによってきれいに爆燃させていきたい。そしてその状態プリセットが終わった状態でキャブのチューニングだね。キャブのチューニングってのは混合器調整で燃料ガソリンとね空気の混合比なんだよね。これをねドライバー1本でね調整できるんですよ。まあこれはね例えば水道だったら水道こう右に開けるとさ、水出るでしょ、はい、で左で閉めるでしょ、はい、これも一緒スクリューをスクリューがねテーパー状になってるんですよ。こういう風になってるんだね。どうこう穴があってねこういう針が刺さってるみたいなもの。これスクリューあるんだね。これ右回していくとどん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 狭まっていくでしょ、はい、この間なくなるよね。でここにここからガソリン入っていくから。あ、そこですね。ね。これはね点滴みたいなもんだね。点滴のホースの中にさ栄養剤入ってるね。ガソリン入ってるわけだ。そこの先に針がある。エンジンが回るとね空圧といって空気吸うでしょ。爆燃したら今度は空気吸ってくる。だから空気の流れができるんだね。これバキューム。だから空気の流れができたところに針プツッと刺す。そうすると空気の流れに引っ張られてガソリンがスーッと霧状になって入ってくるんだね。これがこのキャブレターの役目なんだね。その針の太さによって針が太ければたくさん入るね、はい、針が細ければ微量じゃない、はい、その太さ流入量を調節しているのがこのスクリューなんだ。このスクリューを締めていくと少なくなるね。
全編にしたらゼロだね、はい、入りません。だからガス欠に状態になってエンジン止まってしまいます。開けすぎるとたっぷり入りすぎちゃうんで燃料が濃くなる、うん、だからその辺の微調整の仕方も今回しっかりやっていきたいと思います、はい、ですからこれを見ればまずね、一式ビートルのその調整の仕方が分かるんじゃないでしょうかね。これがシックレスゲージですね。これで 0.4 に合わせていきたいと。で 0.4 に合わせると必然的に44から50度になると言われてるんですけどね、非常に微妙なので、はい、今の状態ちょっと測ってみましょう。これの測り方 0.4 ミリっていうのは山の頂点、これがね一番頂点、つまり接点が一番離れるポイントが 0.4 ですよっていうことなんですよね。今浮き始めたね、ここが頂点じゃないでしょうか、ね、この頂点の状態で、おいくつでしょう今ね、現状がね、少しずつ小さくしていきましょうか。 0.35、あ、0.25 ですね今ね、はい、これを 0.4 まで上げていきましょうかね、はい、でも調子がいいんでそんなに開ける必要あるのかなと思います。これもね曖昧チューンなんだけど、最後答え合わせをしてドエルアングルを見ていきたいと思うんですよね。でそのドエルアングルの見方はこれで見ます。これでね、これぜひ皆さん買ってくださいね。おすすめ商品です。デジタルタイミングライドです。これはね深刻調整、するときにも重宝しますしね、それからドエルアングルも測れるという優れものでございます。15,000〜16,000じゃないかな。じゃあ今の 0.25 の状態でドエルアングルがどれぐらいあるかちょっと見てみましょうね。これね切り欠きがありますんでね、この切り欠きをここに合わせる。出っ張ってるよね。はい、これでいいですね。それで合わせ方としてはドエルアングルを見るときは、これはプラグにつなぐので深刻見るときなんですけど、これ使います。これね、これをイグニッションコイルのマイナスにつなぎます。ね、それで電源供給しなきゃいけないのでオルタのプラス側、そしてアース取っておきます。じゃあこれでエンジン回してみましょう。まだちょっとエンジン冷えてるからな。まだかけ始めで。エンジン全然冷えてます。それでこのファンクションスイッチでドエルってあるでしょ、はい、ここに合わせます。今ここはボルトを測ってるだけですよ。
これ真角ですよ、ドイルアングル測ってますよ、これです。で今2になってるからこれ2気筒ですよって言ってるんですよね。4気筒58、お今58ですね。で6Sゲージで測ったら 0.25 でしたね。だからコンタクトしてる時間が長いんですよ。だから 0.25 ちょっと狭かったね。もうちょっと広げてあげると44から50度の間に入ってくるんじゃないかということでございます。なので 0.3 ぐらいで調整してみましょうか。一応マニュアルでは 0.4 って書いてあるんですよね。でこのブレーカーポイントの時間が大事なんですよね。短すぎても長すぎてもいけない、44から50度の間に入れていきましょうということでございますからね。はい、じゃあやってみましょう。0.3 までいきましょうか。うん、0.25、 0.3、 あったあったあった。これが一番トップ、この辺だと思います。またね、調整の仕方なんですけど、これ緩めます。これを緩めるとこれがグラグラになりますね。ということでございますね。ここにねしっかり火が当てといての下のベースをずらしますよと、これを差し込みますよと、ね、でこの状態で0.3、カシカシ、はい、これでいいかと思いますね。これで44から50の間、はい、よし、じゃあお願いしますね。48ぐらいになって欲しかったけどね、はい、いいね。45まで上がったね。よし、さあいい音になってきたよ。じゃあですね、今度は真角の調整ですね。点火タイミング、今ポイントは整ったので45度、45度の間、電気を供給しているということですね。そこにセットアップしました。はい、じゃあ次は点火タイミングの調整なんですけれども、デスビのね固定を外していきます。これをフルにするとこれが自由に動くようになりますね。これでスピード調整をしていくんですね。でこれはタイミングがこう右回りなのでね、右に回していくと遅くなります、左に回すと速くなる、そういう理屈です。エンジンのボディのところにドットが一つあるんですよ、小さいドットが。これ見えるかな。はい、見えてます。そう、このドットとこのクランクシャフトプーリーの V 字の TDC を合わせるっていうことなんですよね。ちょっとこれじゃ見にくいのでちょっと点滅してみますね。はい、ここ、ああこれがねドットの位置です。ここにマジックでマーカーしておきました。この位置とこのトップデッドセンター、この位置ね、これが
上支点です。これが 7.5 度、これが10度ですね。で、今回のセットアップは、D 型エンジンというのは TDC0 だっていうんですよ。で、レーシングスタッフさんのメカニックの方に聞いたんですよ。どれが一番いいですかねって。まあこのエンジンちょっと触ってあるところもあるから10度ぐらいの方が付きがいいと言ってました、はい、アクセルワークでのレスポンスがいいよって言ってましたんで、あとは乗ってね、7.5 がいいのか10度がいいのかっていうことを調整されたらどうですかっていうアドバイスいただきましたんでね、まずは0で合わせたいと思います。今850-860ってとこですね、から900弱、躍動してますね。この段階で850ぐらいに合わせておいて0でまず合わせてみますね。で回転数を上げていくんですよね。はい、大体850ぐらいのところに落ち着きました。今 TDC0 です。見えますか？850-860でゼロです。トップデッドセンター TDC に合わせた状態ですね。じゃあちょっとトータルタイミングといって回転数上げてみますね。何度になってるか、3000回転ぐらいで。ですね、これはねエンジンの回転数を上げていくとウエイトがね開いてね進化がシフトするんですよ。なので回転数が上がれば上がるほど点火タイミング早くしないと点火遅れちゃうんだよね。これはね自転車の容量と一緒だね。漕ぐ時の容量、最初止まってる時は一番上のとこから足グッと踏むよね、はい、でだんだん速くなっていくとちょっと手前から実は踏んでるんですよ、うんね、頂点から踏まないよね。でどんどんハイスピードになっていくと、ね、20キロぐらいでブワーッと走っている時になるともっと手前から漕ぎ出さない。 そうですね、その理屈と一緒なんだよね、うん、だからそれが例えば遅れてくると、例えばゼロで一番頂点で力入れたってギクシャク運転なんだ、はい、ね、だからちょっと手前から踏み込んでいく、これと一緒の要領で、このデスビの中にはウェイトが入ってるんですよ。でウェイトがねその遠心力で回転が速くなるとウェイトがパッと開くんですよ。そうすると進化がシフトしてくるんですね、自動的に上がってくるんですよ。まあそういう装置がデストリビューターなんだけどね、いつも10度で出してたって、いつも0度で、ね、スパークしてたって、回転数が速くなったら手前で踏むように、そういう理屈になってるのがデストリビューターなんですよね。これは実はバキュームラインというのがついてないです、はい、これバキュームがついてるやつもあるんだよね。バキューム進化といってエンジンの回転数が上がるとシュッと吸い込んでね、バキュームの力を使ってシフトチェンジ、そのガバナを開く角度をピッと上げる、そういう装置がついてるのもあるんです。これは009というタイプで、バキュームがついてないタイプなのでね、ウエイトだけの勝負なんですよ、はい、でも見事に、32度まで上がったね。だからちょうどいいんですよ。で今の状態0の32、今度10で合わせた時に何度まで上がるか見てみましょうか。はい、今度10度に合わせてみますね。
します。活気が出てきたね。はい、はい、今10度に合わせました。さっき850のやつがアイドルが上がったね。はい、やっぱりなんか10度がいい感じがしてきたね。はい、今10度です。じゃあトータル見ますよ。はい、ちょうどだと思います。はい、でね、さっきさ、タイミングライトのこのドエルアングルでこれ見たね。はい、でアングルはまあ、タイミングライトを見た方がいいと思うんですよ、はい、アングル角度はね、はい、ただトップデッドセンター、例えば10度こう今進化が合わせたね、10度の合わせ方はこのタイミングライトで10度って合わせる方法もあるし、はい、10度にセットアップしてライトでフラッシュ焚いてね、ストロボ撮影していく、そういう方法もあるけれども、原始的な方法があってね、簡単な方法があります。これイグニッションコイルのアース側、はいね、アクセサリーはオンにしておいてください。で通電状態にしておいてください。そしてアースを取っておきます、ね、これね、はい、これアース取りましたね。今点灯してますね、はい、これ切りましたね、はい、はい、切るって入れます。はい、着きました。ここです、はい、ここで今タイミングが合ってるんです。 7.5 ぐらいね、はい、消えましたね、この間じわーっと入れてつきますよ。はい、ここです。今実は 7.5 のマーカーのところに合ってるところですね、はい、誤差があります。なので、これの方がタイトかもしれませんね。どちらでセットアップするかはあなた次第ってことですか。はい、まあ、これの方がゆっくり調整できるよね、うん、ピタッとついたところで調整してあげる。このねデストリビューターを回しながら今のタイミングを変えていくってことなんですよね、というやり方もありますよということでございます。はい、これで第2ステップで終わりましたね、はい、次は何やるんですか。次はね、最後ね、ふりかけだけかけますか。かけましょうか炊きたてのご飯にね、はい、ふりかけっていうことでね、キャブ調整をしていきたいと思います、はいはい、じゃあこれの調整の仕方をちょっと、お話先にしておきますね。でこれはですね、まず最初なんですけど、今整ってるんですけど、ゼロから整えていくっていうことでやっていきますね。まずは一番奥まで入れちゃいます、ね、これは、ガソリンの量の、これは空気、あ、空気、これエアーバイパス作る、これ燃料だね、はい、これもう最初締め込んじゃいましょう。後で調整の仕方を話しますんでね、ここも本当に強くやらないように、はい、もう一遍止まったらここで止めてください。奥にやると穴が広がっちゃいますからね、はい、はい、調整が難しくなってきます。でこれをまずは3回で上げていきます、プリセットはね。20、3回で、
これ3回転だね、はいはい、じゃあ上も閉じたところから3回転空気ですね空気だね、はい、これ閉じてます、はい、一周二周3周しましたエンジンかけていきますこれをデフォルトにしますここからチューニングしていくんですけどねはい1140まで上がったね今の段階でね、はい、これを850まで下げます絞り込んでいきます。はい。でね、最初3回転3回転からだったよね。はい。で、スタートしたら1100ぐらいあったから、アイドリングが高いんだよね。はい。だから、空気を絞ったんですよ。これね、これ開けてきます。ね、はい。開けると空気、アイドルが上がるでしょ。はい。これで850までまず下げていくんですよ。アイドリングとしては高すぎるから。あ、はい。ね、これで850になったでしょ。今度は燃料の濃さを調整するんですよで燃料濃さを調整するときに850まで下げといて次にこう燃料をね濃い薄いやるわけで右に締めていくと燃料薄くなるよね、はい、蛇口を開くってことは左側に要するにテーパーになってるところ差し込んでいくのか引っ張っていくのかっていう違いだから右で薄くなる左で濃くなるあんまり濃すぎてもダメ薄すぎても、パワーが出ないだから一番この850に合わせたところで一番回転数が上がるところでそこで止めるでそれ以上開けても、上がってこないから上がったところ一番ピークのところでちょっと戻してあげるそんな調整の仕方なんですよねなのでこれは回転数見てますはい。これ蛇口開けてます。はい。蛇口開けてます。ね。気圧でも上がったね。一瞬ね。ね、うん。でもこれ以上上がらないよね。はい。これ以上上がらないね。むしろ今下がり始めたね。はい。だからこれでスイートスポット探していくんですよ。これ880までいったね。はい。それでその時にアクセルのこれ。ここがこれチョークがゼロのまあ上がりきったとこね。ステッププレートがね、この間調整してみます。まあ多少遊びがある程度。これやっちゃうとアクセル踏んでるような状態だから回転数上がるよね。あ、本当ですね。そりゃそうだよね。アクセル踏んでる状態だから。ね。
ギリギリ当たらないぐらいのところ。いい音してるね。それで今また回転数が上がったから延長したからね、はい、これでもう一度下げていく。これで850。安定した音になってない。そうですね、ぴったりチューニングがあったんだね。さあこれでコンディション良くなった感じだね。あとはまあ走りながらね、街乗りしながら高速乗りながらプラグの焼け具合、これを見ながらきつね色にこんがり焼けてるかどうか見ていけば、自分のこの車のね最高のポテンシャルを出し切ってる状態じゃないかなと思いますね。ただプラ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 ってしてるから、はい、まあこれはパワフルなイグニッションコイルに変えて、マグネティックだね、磁石式のポイントです。まずはこのデフォルトのチューニングをしてみて、これを知った上で将来これで変えていきたいな。またこれはコンテンツにしていきますんでね、いいんじゃないでしょうか。でね、まあ今ねチューニングでねガチャガチャやってたから、あのくすぶってるキャブがね可能性もありますからね。僕はいつもねこの1年ケミカルのキャブグリーンって買うんですよ。これねマイルドでとてもいい、はい、あの泡が入ったやつとかあるでしょ、はいはい、結構強すぎちゃって、あと匂いもねすごくきついから、これ匂いも少ないので、ちゃんと切れない。若干上がったかな、なんかそんな感じですね。ああ、これでバッチリじゃない。はい、うん、ああやっと気持ちいいエンジンになりました。もともと気持ちいいエンジンだったけどね、やっとね触り方が分かってよかったですよ。まあ初めて触るエンジンだったんで、ビートル初めて入門だったんでね、手探りの状態だったけれども、でもねなんとかピッチリ合わせることができて気持ちよかったです。いいね、ビートルってね。はい。